私は氷雨大学生。近く開催されるミスコンに向けて美容への努力を惜しまない日々。氷雨ちゃんなら優勝間違いなしだよ。ますます美しくなられるな氷雨さん。ミスコンに優勝して私の美しさを確固たるものにしてやるわ。みんな今日から新しくサークルに入会する子を紹介するよ。ん、何空のやつ。3年生のかすみちゃんです。はじめまして。うわ、何あのかすみって女、すっぴんで大学に来るなんてダッサー。私はああいう美容に無頓着な女がこの世で一番大嫌いだ。あら、収穫したばかりのじゃがいもかと思ったら人間だったわ。ちょっとひさめ、なんてこと言うのよ。おい、お前ら邪魔だよ。ひさめさん待って。気にしないでね、かすみちゃん。ひさめっていつもあんな感じなの。はあ、高飛車の椅子気がたまらない。ひさめさん、美しければそれだけで崇められる。悪く言う人もいない。美しさのためなら努力も惜しまないわ。努力もしないジャガイモ女は存在に扱われて当然なのよ。だが数日経った頃は、はい、学祭の出し物の企画案です。あ、ありがとう。かすみはなぜかサークル内の男子に注目され始めていた。おしとやかで語り気がなくて大和のでしこって感じだよな。いいよな。うん、見ているだけで癒される。都会に咲く一輪の花のようだ。美しく咲き誇るこの私が近くにいるっていうのに、あんなすっぴんじゃがいも女のどこがいいのよ。でもあの芋女、確かに肌の状態はいいわ。もしかしてメイクしない分スキンケアを入念にしているのかしら。ねえかすみさん、あなた化粧水は何を使ってるの。化粧水はドラッグストアで買ったもち麦化粧水っていうの。はあれって500円とかそんくらいでしょ。私は1万5000円の化粧水を使ってるのに。他には。それだけです。それだけって乳液は美容液は。いえ、何も。たったそれだけでこの肌を保ってるわけ。ムカつく。私がいつも美容にどれだけお金をかけてると。プチプラ愛用してるとかありえない。だから表情が暗いんだ。やめてよ、ひさめ。人が何使おうと勝手じゃない。じゃがいもはせいぜい顔の泥でも洗ってなさい。何様なの、ひさめってば。かすみちゃん気にしなくていいからね。でもひさめさんって本当にいつも綺麗だよね。化粧もすっごく上手だし、私もあんな風に美人だったらな。かすみちゃんもとっても可愛いよ。そんな、私お化粧の仕方も知らないし、おしゃれでもないし。かすみちゃんは素材がいいもん。化粧なんてしなくても十分美人だよ。でもお化粧したらもっと可愛いんだろうな。ちょっと見てみたいかも。さっそらちゃん、それは考えすぎだよ。はあ、参った参った。どうしたの、コーチともぐみちゃん。うん、俺たち学祭の手伝いしてるだろ。今ミスコンの出場者を集めてるんだけど、今回ひさめさんが出るから他の子がひさめさんを恐れてまだ全然集まってないのよ。ふむふむ。そらちゃん、まさか。かすみちゃん、ミスコンに出てみようよ。いくらなんでも無理だよ。かすみちゃんが目いっぱいお化粧しておしゃれすれば今よりもっと可愛くなるよ。見てみたいな。ハウーお持ち帰り。私が化粧しておしゃれ。私でもひさめさんみたいにおしゃれでキラキラした女の人になれるのかな。じゃがいもはせいぜい顔の泥でも洗ってなさい。どうかな、かすみちゃん。もし嫌だったら無理には。うん、私優勝とかは興味ないけど、変身した自分を見てみたい。やったー、かすみちゃん変身作戦頑張るぞー。じゃあミスコンに登録させてもらうね。数日後、ひさめさん、ミスコンの出場者が決まったみたいですよ。どれどれ。見る価値もないだろうけど、一応ライバルはチェックしておかなきゃね。はあ、あのジャガイモ女がなんでエントリーしてるの。最近サークルでチヤホヤされて勘違いしてるんじゃないっすか。思い上がりも甚だしいわ。美容にお金もかけないジャガイモに何の価値もないことを分からせてやる。俺に任せてください、サメさん。うわ、びっくりした。今時すっぴんの女子大生とかいるんだ、ダッセ。ほら、ゲームなんか言え。あー、確かに3年にもなってすっぴんはちょっとな。私のこと仕方ないじゃない、化粧の仕方知らないのよ。それでミスコンに出るなんて私だったら恥ずかしくて消えたい。ごめんなさい。私身の程知らずかもしれないけど、ひさめちゃんみたいに綺麗になってみたくて出場することにしたの。はあ、ひさめちゃんが肌を褒めてくれた時すごく嬉しかったから、おしゃれやお化粧のやり方を覚えてみたいって思ったの。今更勉強したって私の優勝は間違いないわよ。そんなに自信があるならすっぴんで勝負すればいいのにね。すっぴんの顔やばいとか。そういえばひさめって合宿の旅行でもずっと化粧してるよね。そうそう、みんなが寝たらメイク落として誰よりも先に起きて化粧してるんだよ。やば、それはやりすぎ。うっせえ、ひさめさんの努力だろうが。こいつらの言う通り、私は大学生になって一度も他人にすっぴんを見せたことがない。あれは高校2年の時。ねえ、修学旅行の写真できたから見に行こう。高校の頃の私は美容には無頓着、部活で日焼けしまくり、化粧なんてもちろんしていなかった。うわー、クロハちゃんってほんと綺麗だよね。ねえ待って。ダメだって言ったら。な、何。ごめん、クロハちゃんとひさめがあまりにも対照的で。え。仕方ねえよ、素材があまりにも
違いすぎるもん。ヒサメもクロハの横に並んだらダメだって気づけよ。エンジ君ひどいよ。それから私は集合写真がトラウマになり、高校時代の写真はほとんどない。大学に入るまでは自分の顔を隠すように過ごしていた。そして大学入学の1週間前、一人暮らしに必要なものはほとんど買ったけど、ちょっとお化粧とかも買ってみようかな。校則ももうないんだし。すっごい、アイライナーって目が大きく見える。ファンデーション塗ったらなんだか肌がピッカピカ。今度チークとかも買ってみようかな。あの君1年生すっごい可愛いね。私お化粧しただけなのに。この一件からさらに美容にのめり込み、必死にバイトをして高レビューの化粧品を夢中で買い集めた。しかし化粧が上手くなればなるほど、私は素顔を誰にもさらせなくなってしまった。またあの時みたいに素顔を笑われたらもう大学に行けない。あんたみたいに何の苦労もせずにすっぴんで過ごせる女なんて大嫌いよ。ソーラ早くこっち。かすみちゃん大丈夫？ヒサメは？ソーラちゃん、うん、もう大丈夫だよ。かすみちゃんごめん、私がミスコンに誘ったせいで余計に。平気だよソラちゃん、私頑張ってみるね。ドラッグストア、ミスコンは1週間後。シートマスク切らさないように大量買いしとかなきゃ。あれはかすみ。今さらメイク動画集めても手遅れよ。でもなんか必死に探してるわね。どうせ何買えばいいのかわかんないんでしょ。こちらでしたら今このファンデーションがおすすめですよ。ちょっとかすみの肌にそのファンデは暗すぎよ。バカバカ、あんたの普段着にそのアイシャドウは合わないったら。その下地はレビューが最悪なのに。ああもうなんで私がイライラしなきゃいけないの。でもあれでかすみの化粧は間違いなくめっちゃくちゃになるでしょうね。いい気味よ。ミスコン当日、出場者控室。さすがヒサメちゃん、家からもう化粧してきたんだね。当然じゃない、今からさらに直していくのよ。すっぴんで街を歩くわけないでしょ。さあかすみちゃんもお化粧しなくちゃ。昨日コスメ買ってきたんだよね。うん、親切な店員さんが勧めてくれて。まさか本当にあの化粧品を使うつもり？あんたの肌にそんなもの乗せたら。やめなさい。何するのよヒサメ、メイクの邪魔しないでよ。返して。あんたたち知らないの？この下地は汗でドロドロになって毛穴が丸見えになるって酷評されて有名なやつなの。それにそのファンでもかすみの顔に塗ったら顔色が悪くなっちゃう。下地との相性も悪すぎ。しまった、化粧初心者に我慢できなくてつい。ヒサメちゃん、本当に言ってる？まさか嘘ついてひどい化粧させようとしてるんじゃ。あ、そう、じゃあそのコスメで化粧すれば。ヒサメちゃん、メイクのやり方詳しく教えてもらってもいいかな。かすみちゃん、ヒサメちゃんのお化粧いつもすっごく綺麗だし、さっきのアドバイスも本心だった気がするの。やめなよ、意地悪されちゃうかも。意地悪？そうだわ、私がこの手でかすみをめちゃくちゃにしてやればいいんだわ。なんだ、初めからそうすればよかったのよ。いいわよかすみ、じゃあこっちに座ってくれる？いよいよミスコン開始。それでは早速登場していただきましょう。エントリーナンバー1、ヒサメさん。うおー、今日はいつにも増してファビュラスです。ヒサメさん。ヒサメすっごい本気だ。うん、髪も肌もいつもより気合い入ってる。あー悔しいけどやっぱ綺麗だわ。続いてはエントリーナンバー2、かすみさん。わー、あの子も可愛い。いつものすっぴんも可愛いけど、お化粧していつもより顔が明るく見えるね。ナチュラルな感じなのにちゃんとメイクしててすごい。かすみちゃん綺麗だよ。あんなすごいメイク、まさかヒサメがやってくれたの？ああ、つい本気で化粧しちゃった。ミスコン前の楽屋、こうして保湿すると化粧の持ちが良くなるの。冷たくて気持ちいい。今日の服なら思い切ってこの色にしてもいいかもね。わあすごい、色が派手すぎるかと思ったけど全然違和感がない。ラメは控えめにしてまぶたの下にちょっとのせたら可愛いかも。やってみる？うん、お願い。ああ悔しい、化粧のりも抜群だし、アイシャドウもチークも思った通り似合うし。本当に悔しい、もっともっとかすみに似合う化粧やコスメがたくさんあるのに、今はそれをしてあげられない。私、自分の顔を隠すことよりもお化粧そのものがこんなに好きだったんだ。困っちゃうな、これじゃかすみが優勝しちゃうじゃない。私たちの登場でミスコンは大盛り上がり。そして緊張の結果発表は、優勝はエントリーナンバー1、ヒサメさん、優勝おめでとう。え、うわ、私が？おめでとうヒサメちゃん。投票した方のコメントを見てみましょう。今日のために仕上げてきたのが分かって感動した。ちょっと性格はあれだけど美容に関する熱意は圧巻。悔しいけど投票しちゃった。なんか複雑な感想ね。みんなヒサメちゃんの美容テクニックに圧倒されたんだよ。私も投票までの間ヒサメちゃんにメイクしてもらったことみんなに自慢してたから。え、あんたそんなことしてたの？負けちゃったじゃない。だってこんなに綺麗に変身させてもらったんだもん。感動して勝負ってこと忘れてた。私ヒサメちゃんのメイクの腕改めて尊敬しちゃった。あんたってごめん、ミスコンの前はひどいことして。うん、もう全然気にしてないよ。でもやっぱり私あんたのこと大嫌い。え、だってめちゃくちゃ可愛いんだもん。お疲れ様かすみちゃん、どうした
それからかすみとはサークル以外でも話すようになった。ねえ、ひさめちゃん見てくれる？あら、モキセルの限定リップじゃん。可愛くて買ってみたんだけど、私に似合うかな？今日のメイクなら通常品の3番の方が合ってるかな。また間違えて似合わないコスメ買っちゃった。大丈夫よ、こういう服装でオレンジ系のチークにすればその色使えるわ。オレンジのチークか、似合うかな。なんだか創作意欲が湧いてきたわ。あんた今日私の実験台になりなさい。うん、お願いします。化粧でその人の魅力を引き出すことの楽しさに気づいた私は、メイクアップアーティストの道に進むべく勉強を始めた。ひさめちゃんなら絶対人気のメイクさんになれるよ。あんたってほんと素直すぎていちいち腹立つ。